どうも、ワイズプランニングの山本です。はい、本日はですね、ついにですね、この間6月の末ぐらいに契約した CBR1000RRR が届きました。届きましたというご報告です。届いたんですけれども、まあちょっと今日は乗る気にならないなということでしまってあります。というかですね、保険入るの忘れてて、ただ単に届きました、でもそういえば保険入るの忘れてたなと思って慌てて保険入ったんですけど、まあ今日の夜12時っていうか明日の朝の12時というか、とにかく明日にならないとダメよということの保険に入ったので、まあ明日までちょっと寝かしとこうかなというふうに思っております。はい、ありがとうございます。6月25日か6日にオーダーというか最終的な契約をして、今日が8月の前半なので、まあ約6週間でしたかね。はい、思ったより早かったですね。事前にね、お店さんが見込み注文というかプレオーダーしてた玉を見つけられたので、バイク自体で言うと、実はその聞いた話だと11月にオーダー入れてたらしいので、11月にオーダー入れたやつが今届いたと今日3日ぐらい前に届いたって言ってましたね、お店にはね。でまあ納車整備してもらって、今日納車していただきました。はい、ありがとうございます。なんとか無事に納車されました。納車された証ですね、納車された証、これが鍵です。鍵こんな昔のベンツみたいな鍵ですね基本スマートキーなんで、この鍵こっちね、これ使うのは燃料入れる、燃料タンク開けるときと、あとリアシート外すときぐらいで、基本的には持ってれば、エンジンはかけられるということになっております。あとは勢い余って ETC つけちゃったんで、ただでさえ荷物積むところがないのに ETC をつけてしまったので、もうシート下のスペースが全くなくなり、車検証とか自賠責とかどうやって入れようかなと悩んでおりましたけど、さっきちっちゃく折りたたんで入れました。はい、こちら今ユーザーマニュアル、ちっちゃいんですよね、思ったよりね、ちっちゃいんですよ。もういろんなこと書いてあります。ライディングモードがどうこうとか、メーターの切り替えがね、メーターがね、何パターンだっけ、5パターンあって、アナログ、デジタル、バー、ノーレブ、プラクティスって5つあって、どれを選んだらいいのかなとかね、それもね、まあ実車の乗りながら選んでいこうかななんて思っております。プラクティスとかね、そういうなんか攻撃的なやつはまあやめとこうかなと何にせよ鳴らしをしないとと思って、まずはね、ポイントはなんかブレーキがまず鳴らさなきゃダメですよ、当たり付けしなきゃいけませんよって話、それからまあタイヤも皮むきしなきゃいけないですねっていうのがあって、タイヤはなんかピレリがついてましたね。ブレーキはブレンボですよね。で、あとはエンジンの鳴らし、エンジンはまあ適当に負荷かけながら回さなきゃいいんじゃないですかね。500キロぐらい鳴らししてっていう風に説明書には書いてあります。1万4000以上まで回るやつなんで、まあ、通常で言うと7000回転ぐらいまでは鳴らしで使えるんですけど、って何キロ出るんだろう、7000回転まで使ったらって感じですよね。説明書の中に各ギアの守備範囲、速度の守備範囲っていうのがあったんで、それせっかくだからご紹介します。こんな風になってます、速度の守備範囲。はい、こんな風になってますね。1速が0から140までが守備範囲だってことです。なのでまあ日本国内を走ってる分には1速だけで十分かなと何にも考えなければ1速だけで十分なのかなと思います。で、多分これ140キロってレブ当てる直前ぐらいの速度だと思うんですけどね。ってことはこの半分だから、70キロまでは7000回転で出るっていう感じなのかな。一般道走ってる限り1速だけで鳴らしですね。1速で走ってるのに鳴らしっていう感じになるかと思います。とはいえ55キロ超えたら6速入るっていうので、まあいろんなギアを使いながら負荷を変えながら鳴らししていこうかなと思います。ただまあ1万回転以上回るエンジン鳴らしなんて今まで人生でやったことが一度もないので、多分やったことないよね。乗ったことはあるけど鳴らしやったことないので、ちょっといろいろ感触をね味わいながら、鳴らしも楽しみながら、そう、鳴らしも楽しそうだなと思って、1万回転以上回るエンジンなんて本当に鳴らししたことないんで楽しみだなと思っております。はい、まあでも6速入れらんないよね、こんなんじゃねなかなか。まあでもクラッチ操作しないでね、シフトアップとかシフトダウンできますからね。
そうで、ライディングモードも、まあ、プリセットで3つあって、もうだから、さっきあの、モード3にしといたんですけど、モード3ってのが一番おとなしいモードで、もう鳴らしなんでね、モード3で、トルクコントロールも最大にして、エンジンブレーキはもう軽めにして、とにかく乗りやすい、乗りやすさ最優先で鳴らしをしていこうかなと、思っております。はい。そう。で、まあ、あとサスペンションがね、電子制御サスペンションで、なおかつスプリングの強さも手動で切り替えられるとか、いろいろ機能がついてるんですけど、まあ、そんなところまで行く前の段階です。とりあえず、またがって動かせたらいいな。何しろですね、人生で生まれて初めて公道で大型二輪に乗るということなので、初めて乗る大型二輪が CBR1000RRR になると、そんな人なので、そんな人いるのかな世の中に。 CBR1000RRR 買った中で初めての大型二輪って人何人ぐらいいるんだろう。すごい知りたいな。もしいらっしゃったらコメントいただければと思います。僕だけじゃないって知りたいので、もし僕だけだとそれはそれで面白いからいいんですけど、いやー、だって人生で他に乗ったことあるのって教習車だけですもんね。教習所の中でね、本当に初めて公道で乗ります。どうなっちゃうんだろう。はい、そんな感じです。というわけで、すいません、なんかね、この速度の話だけしたかったんで、説明書見たら書いてあって面白いなと思って、すごいね、もう一速だけで日本の法定速度は全て、新東名の120キロの区間も含めて、もう一速だけで全部カバーしますというギア比の、そういうエンジンのスーパースポーツでございました。はい、この後ね、また乗っていって、いろいろとこう どん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 いろんな動画を上げていくと思います。今言ったように、生まれて初めて大型二輪で公道を乗るわけです。で、正直言うと、生まれて初めて多分高速道路も乗ると思います。自動車専用道路は多分走ったことあるんですけど、第三京浜とかバイクでね、昔神奈川県の人しか分かんないけど、そういうあの辺はバイクで昔走ったことあるんですけど、東名とかもう高速道路っていうのは本当に走ったことがないので、高速道路も初めて、大型二輪で高速走るのも初めて、ね、もう全て初めてを CBR1000RRR とともに味わっていきたいと思っておりますので、まあ、引き続きいろんな動画上げていくと思いますけど、よろしくお願いいたします。よかったらチャンネル登録お願いいたします。はい、本日もご視聴ありがとうございます。山本慎也でした。また明日。